このチチャャンンネネルルは、映画についてうだうだと語るチャンネルです。第73回目は「ジョン・ウィックコンセクエンスネタバレあり感想」。<music> X 旧ツイッターやってます。概要欄にリンク貼ってますので、よろしければフォローの方よろしくお願いいたします。ということで、ジョン・ウィックシリーズ4作目となる。 本作なんですが、まず最初にお伝えしておきたいんですが、ご覧になられる場合は、エンドロールの後に続きの映像が待ってますので、場内が明るくなるまで席を立たないことをお勧めします。今回は前半良かったところ、後半気になったところの2つに分けてお話ししたいと思います。では、行ってみましょうまず1つ目、良かったところ。 初日の2回目に行ったんですけれども、こんなシールもらいましたよ。かっこいい構図、絵作り。お馴染みとなったガンフーと呼ばれているガンアクションね。そういった様々なアクションに全力投球していて、それらに合わせてストーリーが作られているように感じました。これは最近取り上げました。 ミッション「インポッシブル」「デッドレコニング」パート1にも似たような作り方になってるなと感じて現在61歳のトム・クルーズさんと現在59歳のギアノ・リーブスさんという近い年齢のお二人が似たようなアプローチで映画を作っておられるというのが大変興味深かったです。なんていうかね、お二人とも、 映画の持つ根源的なな面白ささを追求されているような気がします。今回1作目から3作目を見直してから見に行ったんですが冒頭に過去作のおさらい映像があったのでそういう親切設,設計になってましただから過去作を見たけどもぼんやりとしか覚えてないなっていう方がいきなり見られても大丈夫だし 何な,なら過去作を見たことなくても今作から見ていただいても大丈夫な作りになってたと思います。出席連合の新たな主張となったグラモンド公爵を演じるビル・スカルスガルドさんが若い頃のレアノルド・ディカプリオさんを思わせるようないでたちへね胸くそ悪い悪役を楽しそうに演じてたのが 印象的でした。ランス・デレックさん演じるね、ニューヨーク・コンチネンタルの忠実なコンシェルジュ役のシャロンがいきなり殺されたのという展開は驚きました。ご本人も今年の3月にお亡くなりになったそうです。ご冥福をお祈りいたします。 ケインを演じるドニー・エンさんは、ローグ版、スター・ウォーズ・ストーリーズでも、盲目の男を演じていて、ジョン・ウィックシリーズでも、一番印象に残るような、公的師を演じられていました。ジョンが、大阪のコンチネンタルホテルに向かうときに映し出される、道頓堀の風景がね、大阪人としては、感激で、 大阪城を経由して梅田に行くっていうことは多分大阪メトロの梅田駅やと思うんですけどもどの辺に大阪のコンチネンタルホテルがあるんかなと想像するのも楽しかったですここで登場する真田広之さんは現在62歳なんですけども堂々の存在感で嬉しかったですアクションもこなしていてさすがだなと思いました 島津の娘アキラを演じるリッサ・サ山ヤマさんは日本ではあんまり馴染みがない方なんかなとは思うんですけども新潟生まれでロンドンを拠点に活動されているシンガーソングライターだそうなんですよ。今作では弓矢を使ったアクションがとても様になっていたんですけどもアクション映画以外の作品でも拝見したいなと思える役者さんでした。 シャミア,アンダーソンさん演じる劇場では名前がない殺し屋なんですけどもこのチラシによるとまあトラッカーというふうに付いてるんですけども彼が愛犬と連携した戦い方をすするんですよね。それがジョン・ウィックシリーズらしくって。 すすごく良かったです今回は犬要素をどこで入れてくるんかなと思ってたのであ今回敵側なんやと思って意外性もあって楽しかったです。俯瞰の移動カメラでの長回しのショットがあっていくつもの部屋で仕切られた建物の中の銃撃を捉えた映像なんですけどもどうやらとあるゲームへのオマージュっぽい 映像だそうなんですけれどもそれを知らなくても面白かったです。ジョンはクライマックスでパリのサクレ・クレーク寺院というところに行かなければならないんですけどもそこにたどり着くまでに長い長い階段を上っていかないとダメなんですけどもまたいろんな殺し屋が待ち構えているんよね。この 高低差を使ったアクションも見ものなんですけども段段る階段をジョン・ウィッグが転げ落ちるのは本当はすごかったですこれはキアヌさんが演じてるのかさすがにスタントマンさんが演じられたのかはちょっとわからないんですけども途中で一瞬無理から落ちようとしてるような風にも見えたりもするんですけどもそういうところも含めて。 本気でアクションに取り組んでる姿勢がすごかったです。ここで助けにやってくるケインも胸ツでしたね。クライマックスの決闘シーンでの意外な展開は、あ、ジョンウィックでこんなトンチの効いた戦法が見られるんやと思ってね、胸ツやし感激しました。 最後、ジョンの墓の前にローレンス・フィッシュバーさん演じるキングがジョンの愛犬だった犬を連れて現れるのね。あの犬はどうなったんやろうとずっと気になって見とったんですごくホッとしました。犬で始まったシリーズなんで犬を雑に扱わない姿勢がとても良かったです。では。 気になったところ行ってみましょう。2作目と3作目はなんとなくぼんやりとした印象やったんですけどもそれに比べて今作はアクションもひねりが効いていたしドラマ的にも熱くなるところがあって大変良かったです。ただ僕的には2番目かなシリーズ2番目かなっていう印象があって やっぱり一番面白かったのは一作目かなという感じです。というのも一作目は殺し屋犬、ガンンフ、ヴィンテージカーそういった男の子が大好きな要素がコンパクトにまとまっててとっても小気味良かったんですよね。この作もすごい面白かったんですけどもこれから述べる気になったところもあって一作目は 超えられんかったかなと思いましたまずね長さの問題1作目が101分2作目が122分3作目が131分とだんだん長くなってきてここにきて今作は169分というね約3時間ですよ。さすがにこれはこの手のアクション映画にしては長いかなと感じました。 日本を出してくれたのはチャド・スタイルスキ監督とキアヌさんの日本愛を感じて大変嬉しいところなんですけどもうん大阪のシーンは丸ごと削ってもっとコンパクトにまとめた方が映画としては良かったんかなという気もしてます大阪の後、すぐジョンはニューヨークに戻るので あんまり来た意味も感じられなかったし日本と弓や手裏剣という武器を使った戦い方でなんで銃使えへんねんっていうツッコミもありつつも日本リスペクトを感じられてよかったんですけどもシリーズを通して印象的なゴージャスな施設内での戦闘シーンが あとのベルリンでのクラブの中での戦闘シーンとかぶってるようにも感じますしねやはり削った方が良かったんかなとも思ったりもしてそれとね主要人物でアジア人の男性を2人出すっていうのは欧米の観客には日本人と中国人の区別がつかないんじゃないかなと思ったりまして もしかしたらドニー・イエンさん演じるケインも真田広之さんと一緒の日本人じゃないんかなっていうふうに勘違いされるような気がしてそういった理由もあってここは思い切って大阪編はバッサリ切ってしまってもよかったのかなとも思ったりしてます。どうもね真田博之さんには3作目で マーク・ダカスコスさんが演じられていた殺し屋の役でオファーしたところをスケジュールの都合が合わずに断念していたっていう経緯があるそうなんですよ。だから本作では本編にはそう影響なさそうな日本のシークエンスを真田さんに出演してもらいたいがためにわざわざ作ったようなそんな方にも見えてしまうんですよね。でもこれは アクション映画ファンがアクション映画ファンに向けた映画を作っているっていう意味で作品の構成がどうのこうの言う前に制作人のアクション映画への真摯な姿勢が見て取れて嬉しくなる部分でもありましたということなんですけどもあのエンドロール後の映像を見る限りまだ続きもありますよっていうふうにも 受け取れるしただ今作でジョンの長い戦いは終わったわけだからここで幕を閉じてくれてもいいし今後どうなるんでしょうね。今長い戦いと言いましたけれども2014年アメリカ公開の第一作目から数えると足掛け9年もこのシリーズをやってるわけだけども。 劇中内で進んでる時間は1ヶ月もないんちゃいますかね。1週間から2週間程度だというふうに思うんですけども。それもすごいですよね。キア野さんはじめ他の役者さんたちの見かけがほとんど変わってないのもすごいですよね。スピンオフ作品の制作は決定しているようなので今後どうなっていくのか見守っていきましょう。 それでは最後までご視聴いただきありがとうございましたチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたします本作の公開日に Amazon プライムビデオから配信が始まったウィンストンの若い頃を描いた連続ドラマザ・コンチネンタル・ジョン・ウィックの世界からの現在視聴可能な第一話を見てみました こちらは70年代が舞台ということもあって本編とはまた違う味わいがあって今後どうなるか楽しみにしています。